テニパンドゥ、テニパンドゥ、テニパンドゥ、テニパンドゥ。いや、テニパンドゥ。いや、みんな間違えるんですけど。テニパンドゥ。よし、ありがとうございます。この前、白黒 TV のゆきくんに練習見てもらって、今日はもう教えてもらった先生と一緒に、テニス界のレジェンドさんたちとダブルスで全日本チャンプ、全日本チャンプ。白黒 TV さんでよく2人はそうですね、準レギュラーですね。タイブレイクで戦ってもらおうと。はい、秒殺されないように気をつけましょう。もうぶつかりに行こう。はい、頑張ってチャレンジしましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。弱い目標だけど2点取りたい。勝つ。お願いします。だってみんなかっこよく見える。後ろで待ってちゃんと返すのをまずリターンに関してはして、してくんない、いかないわよ。よしよし、あっちにお姉が2人いる。早いんだよな、さあ、うまく、あっ、すげえよ、すげえよ。成長してごめんなさい、また出ちゃった悪い癖。いや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 、
れこれあーいこーいよし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 うわよし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 めちゃめちゃ確かに奥プロの体勢を崩してたの行きそうだった俺もわーえねえちょっとこのやだ気持ちがよし集中集中早いよしやばいやばいやばいお金みたいになってる妨害なんすよもうこっからありがとうございました。なんか超楽しかった、気持ちいかったです。テニスはやっぱ楽しいって改めて思います。こっちにおかまちゃんが1匹出てて、ね、そこからなんかちょっと自分もさらに出始めちゃった。でそこからいいショットがね、あ確かに、そうあそれくらい気楽なんだ。やってみようみたいな気持ちで、それを俺がさせてあげたっていうところで、すごい学べたかも。相手に引かされた楽しくやらないといけないから、入ってきてますでしょ。やっぱ岡村の先輩のって入ってくる。岡村の先輩先輩の話でしょ。違う今日は白黒 TV さんのコラボにお邪魔した関係で、奥プロと長尾プロと一緒に試合をやれました。しっかり成長して何かまたお会いできる、またちょっとチャレンジできるんですね。ありがとうございます、はい。すごいおかまの姉さん感出してくれるんですけど、はい、はい、ちょっとぐだぐだ長くなっちゃいそうなんで、はいはい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。白黒 TV を見てくださーい。よし、ありがとうございます。何